QOL サービス出版の助け創刊号に掲載されているクローバーの作り方です。コピーした型紙の中から三角形の葉っぱを切り取ります。緑色の色画用紙を使って辺の長さが型紙の約2倍の正方形を作ります。八つ切り画用紙では縦に2つ取れない場合があります。少し小さくなっても構いませんので、図のようにして正方形を4つ作ってください。残りの部分で少し小さめの正方形を2つ作っておくと、四つ葉のクローバーを作るときに使えます。正方形に切った画用紙を三角形に折り、その真ん中に折り目をつけます。型紙の角をその中心に合わせ、型紙の線に沿うように斜めに折り上げます。一旦型紙を外し、裏返して三つ折りにします。そこに型紙をぴったりと当ててホッチキスで留めます。中心に近い小さい部分を切り取ってから、周りの線に沿って切ります。広げるとクローバーの形ができています。もっとたくさん作りたい場合は、このクローバーを型紙にして八つ切り画用紙1枚からクローバーの葉っぱを6枚作る方法をご紹介します。まず画用紙を細長く切ります。それをさらに細長く半分に折ったら、輪になっている方にクローバーの葉っぱを当てて挟みます。そして周りの線と切り取った小さい部分を鉛筆でなぞります。こうすると画用紙2分の1枚で3つ分作れます。大まかに切り分けてから、周りの線と真ん中の小さい部分を切り取ります。切り取った部分が穴が開いている部分と重なるように折ってから三つ折りにします。そしてこの小さい部分を切り取って広げると、クローバーが出来上がります。模様は白いクレヨンで描きます。ハート型に描く方法と点々で描く方法、どちらでもお好きな方で描いてください。このクローバーの葉をたくさん作っておき、四つ葉のクローバーや花と組み合わせて飾りましょう。